雑談トーク。うまい。はい、どうも、かとちゃんです。今回の動画は、アイスクリームの雑談しようかなと思ってます。もうそんなに、深くないですよ。うん、うまい。なんで僕が、アイスクリームを食べてるか、というと、僕はね、全人類を、アイスクリーム。つまんねえ。これ食べきわってあるんですよ。ジャッジャンコなの。久々に食べたの、アイスクリーム。アイスクリームですよ。これ結構、すっごいどうでもいい雑談トークなんだ、今回。うまっ。はい、改めまして、加藤ひろみです。いや、美味しかった。で、今回の雑談。アイスクリーム。でいきたいと思うんですけど。よくまあ、この冷たい食べ物をね、氷菓、アイスクリーム、ソフトクリームっていう感じで分けられると思うんですよね。氷菓ってのはかき氷ですよね。カチカチとか。最近チューチュー見ないんですけど、チューチューあるんですかね。チューチュー見んなぁ。チューチューだってんですかね。棒、真ん中で割って。まあ、パピコみたいなやつね。パピコの安いバージョンね。パピコも氷菓ですよね、あれも。で、ソフトクリームってもあるんですけど、結局さ、まあ、ソフトクリームとアイスクリームっていうの、この分類もあるんですけど、このアイスクリームってこれ一言で言いますけど、三つに分けられるんですよ。実際、本当のアイスクリームって言われているのは、ここにこう書いてあるんですよ。種類別ってとこ、こうあるんですけど、これちゃんと書いてあるんですよね。で、ここに、ラクトアイス、アイスミルク、アイスクリームっていう3種類に分けられるんですよ。で、本当のアイスクリームっていうのは、乳脂肪分が 8% 以上なんですよね。だから、なんていうの、カップのやつとかって、層とかってあるじゃないですか。ああいうの多分ね、ラクトアイスなんですよ。そのラクトアイスって何かっていうと、乳脂肪分が 3% 以下。で、アイスミルクって言われるのは、乳脂肪分が 3% 以上、8% 未満の間の中に、種類があるんですよね。その、乳脂肪分ね。だから本当に、アイスクリームを、乳脂肪分がたっぷりあるのは、8% 以上のアイスミルクっていう種類なんですよね。で、パルムは 8% あるんで、アイスクリームっていう種類なんですよ。だからその、じゃあ何かっていうと、極端なこと言えば、味の濃さ。そのミルクの濃さ。だからソフトクリームって、確か 13% だったか 12% 以上なんですよ。だから濃いじゃないですか、ソフトクリームって。乳脂肪分がたっぷりだから。まあその分多分カロリー高いと思いますけどね。牛乳と一緒ですよ。乳脂肪分の低いのは安いけど、それだけカロリーもないし。で、乳脂肪分が高いのは高いし、それなりのカロリーがあるよっていう話で。そういう話ですね。牛乳とアイスクリームって結構一緒ですね。かゆう。という感じで、今回の雑談トークは、アイスクリーム、アイスクリームって言ってるけど、細かく分けると、アイスクリームっていうのは乳脂肪分 8% 以上のものをアイスクリーム。で、3% から 98% の間のやつは、ラクトアイス。じゃなかった、アイスミルク。で、もう 3% 以下の、は、ラクトアイス。っていうことは、でもね、ここだけの話ですよ。それを美味しくするっていうことは、それなりにいらないものがいっぱい入ってる。ということで、今回の動画は、アイスクリームでした。おさらいしましょう。まあ、冷たい食べ物ね。氷菓、アイスクリーム、ソフトクリームってあります。で、氷菓はもうほんと、氷ですよね。で、何回も言う、チューチューってまだあるのかな。で、代表的、氷菓の代表的なのはパピコとか、ガリガリ君とか、になりますよね。それで、アイスクリーム、の中にはちゃんとこの3種類あると。
ラクトアイス 3% 以下、乳脂肪分が 3% 以下、アイスミルクが 3% から 8% 未満の間の中にあるのがラクトアイスで、 8% 以上なのがアイスクリームで、ソフトクリームは 12% か 13% だ、 12% だ、 12% 以上の乳脂肪分がソフトクリームと言われてます。ということで、ちゃんと本当にアイスクリームが食べたかった後ろにこういう種類別ってあるんで、ここに見て、ここにただアイスクリームって書いてます。こちらでアイスミルクラクタイスと書いておりますので見てくださいね。もう、あ、もう味のことが全然違いますから、やっぱり食べ比べると。ということはね、ここだけの話ですよ。ラクトアイスが甘かったら、それだけいらないものがいっぱい入っているってことですよ。体に悪いのかな。だから、まあ本当にね、体にいいものを食べようと思ったアイスクリームの種類を選んでください。以上です。ということで、加藤はなんでアイスクリームを食べるのか。加藤は人を愛、スクリーム。